ローラーコースターは遊園地に設置されているアトラクションの一種で絶叫マシン等と呼ばれる種類の乗り物の一つ。日本ではジェットコースターと呼ばれることも多い。これはジェット噴射するように加速していくことから来た故障だが実際にジェットエンジンなどは使われていない。かつて高楽園遊園地に存在したアトラクションの名に由来するローラーコースターの乗客は急勾配や 角度のついたカーブするレールの上を高速で駆け抜け、時には位置回転して、天地逆転するスリルを味わいながら一周することで、この遊具を楽しむ。ローラーコースターでは、乗客がいる、列車自体に、基本的に動力などは存在せず、一般的には、チェーンリフトによって、レールの最高到達点まで車両を巻き上げ、ここから、下りの傾斜を走らせることで位置エネルギーを、 運動エネルギーに転換して速度をつける。そしてある程度下ったら再び傾斜を駆け上がらせて運動エネルギーを位置エネルギーへと転換する。この間、運動エネルギーは摩擦や空気抵抗などの要素によって減衰しているため第二の山以降では頂上が徐々に低い位置に置かれる。この動作を繰り返すことでローラーコースターは進んでいき、 最後に車両に取り付けられた金属板をレールに設置されたブレーキパッドで挟んで摩擦を起こし運動エネルギーを主に熱エネルギーとして放出して停止させる。最近ではチェーンではなくフライホイールやリニアモーター圧縮空気等を用いてスタート時や走行中に運動エネルギーを適宜追加する方式がよく見られる。この方法によりカタパルトで出されるような加速感や 従来型では加速しない区間での加速による意外性などが演出され、さらにチェーン方式では実現できないような速度を出すことも可能である。また、チェーン方式ではコースターの速度を上げるにはかなり大掛かりの巻き上げが必要で土地や建設コストもかなり膨大になってしまう。その点でもリニアモーターなどの方式は有利である。ブレーキシステムに関しても、 リニアモーターや永久磁石を用いた渦電流といった非接触式のものを導入し、滑らかな減速、停止ができるほか、ブレーキ作動時の騒音を大幅に減少できるようになった。ローラーコースターのコースには山なりや谷底及び左右のカーブがあり、カーブ区間では乗客に遠心力がかかる。ローラーコースターのスペックとして、乗客にかかる遠心力と重力の合力は G を、 基準にその何倍かで表されることがある。この力の変化が、ローラーコースターの醍醐味の一つであり、高さや速度に加えてその乗り心地の評価などに用いられることがある。しかし、乗客にかかる力は体への負担となるため、クロソイド曲線などの緩和曲線を用いて、強い力がかかる時間を短縮したり、カントをつけて、乗客の横方向にかかる遠心力を、 縦方向に分散したりして乗客にかかる力の影響を調整し体への負担を軽減している。日本では1959年からローラーコースターが建築基準法の工作物として扱われるようになり法律や省令に基づいて安全基準や定期点検などが実施されている。工作物すなわち建物と同じように扱われ乗り物として扱われていないのは 乗客の乗車地点と降車地点が同じであり、乗車と降車の地点が異なる一般的な乗り物とは用途が違うからと考えられている。ローラーコースターを応用したものとして車両側に駆動装置を持たない点に着目し、道路上などに緩やかな傾斜のレールを設けて新交通システムとして活用するエコライドの研究が2006年度から2009年度まで新エネルギー、 産業技術総合開発機構で2009年度から2010年度まで経済産業省の委託事業として行われている。以下のいくつかの要素が組み合わされているものが多い。コースの構造車両の構造、トンプソンの木製ローラーコースターその由来には諸説ある。現在のローラーコースターの元となったのは LA トンプソンが1884年にコニーアイランドで建設したもので、 翌年には特許を取得。初期のローラーコースターは木製で、今日にも木製のコースターは少数ではあるが現存し、稼働している。日本では1890年の第3回内国環業博覧会で、自動鉄道が初上陸し秋に大阪の今宮が流管に移設した。1925年に玉川園に常設の陸上波状が設置された。 1935年には、あやめ池遊園地に設置された。1952年12月には、宝塚新温泉遊園地に、ウェーブコースターという名前で、初めて常設された。これは、アメリカから輸入されたコースターであるとも言われる。国産初のローラーコースターは、山田定一が東洋娯楽機により製造され、現存する中で最古のものが、浅草花屋敷にある。 ローラーコースターである。1955年7月9日に開園した高楽園遊園地では、ジェット機にちなんで、ジェットコースターという名前が付けられ、人気になる。この設計、開発は新明和工業が戦前からの航空機開発の技術を活かして作った。ここから、ジェットコースターという名称が一般的に使用されるようになり、この日をジェットコースターの日と定められた。 1977年に他日遊園に日本初となる360度を回転するコースターコークスクリューが登場。これをきっかけに1980年代から2000年代にかけて遊園地の目玉アトラクションとして大規模なローラーコースターが各地で設置される。2007年5月5日にエキスポランドのスタンディングコースター風神大神2が 営業運転走行中に車軸が断裂し、車体が脱線を大きく傾斜したことで乗客の女性一人が死亡、他の乗客も重軽傷を、大事故が発生した。整備不良を原因としたことから、他の遊園地施設のコースターでも徹底的な点検を行うこととなり、中長期間運休する事態が各所で発生した。この節では、 ウィキペディア日本語版にパークコースター単独の記事がある。または、出展が明記されている、日本国外の著名なローラーコースターについて記述する。トップスリルドラッグスター所在、オハイオ州、シダーポイント、材質、鉄製、オープン、2003年ドラッグレースをテーマにしたコースター。オープン当時、高さ128メートル。 落差121.9メートル、最高速度時速193.1キロメートルの3項目でギネスに認定され、それまで最高速度で世界一のドドンパ及び高さトラクサで世界一のスチールドラゴン2000の記録を上回った。現在は金高に次いで最高速度は世界3位、高さトラクサは世界2位となっている。マグナム XL-200 所在。 オハイオ州シダーポイント材質鉄製オープン1989年世界で初めて高さが200フィートを超えたコースター62.5メートルの高さから60度の角度で落下し最高速度は時速116キロメートルに及ぶコースの各ポイントにトンネルが設置されている日本に1994年にオープンしたタイタンは このコースターがモデルである。ミルニアムホース所在、オハイオ州、シダーポイント、材質、鉄製、オープン、2000年世界で初めて高さが300フィートを超えたコースター。94.5メートルの高さから80度の角度で落下する。落差は91.4メートル。最高速度は時速149.7キロメートルに及ぶ。全体的に振動が少なく。 滑らかな走行が特徴。登場時では高さ、落差、速さで世界最高のスペックを誇っていたが、同年にそれらを上回るスチールドラゴン2000が登場したため、現在は巻き上げ式のコースターでは世界第2位である。スチールベンジェンス所在、オハイオ州シダーポイント材質、ハイブリッドオープン2018年もともと存在していた木製コースター。 ミーンストリークをハイブリッド化させている。ハイブリッドコースターとしては高さ、落差、最高速度、落下角度、回転数などで世界一であり、かつ層やタイムではすべてのコースターにおいて世界一である。X2 所在、カリフォルニア州、シックスフラッグスマジックマウンテン、材質、鉄製当初は、世界初の座席が前後方向に回転する機構を持った4次元コースター。 X として2002年に開業。その後レールや支柱の色を変更、オーディオ機能を搭載した車両を導入、炎などの特殊効果を追加し、2008年にリニューアルをオープンした。A じゃないかは、このコースターの後継機にあたる。スーパーマンエスケープフロムクリプトン所在、カリフォルニア州、シックスフラッグスマジックマウンテン、材質、鉄製スーパーマンをテーマとしたコースター。 元々は1997年にスーパーマンジエスケープという名称で登場。リニアモーターによって7秒で最高速度時速 161km まで加速し、その勢いで垂直にそびえるタワーを上昇。そして高さ 100m から無重力状態で後ろ向きに落下し元のコースを戻っていくというコースターだった。2011年に現在の名称にリニューアル。レールや 支柱のカラーリングを変更し、前回は前向きで加速していた車両を、今回は後ろ向きに変更。世界初の後ろ向きで加速するコースターとなった。2012年7月7日には、スーパーマンの悪役であるレックスルーサーをテーマとした、当時世界最大のフリーフォール、レックスルーサー、ドロップ・オブ・ドゥームが、コースターのタワー部分を強用して開業した。立所在、カリフォルニア州。 シックスフラッグスマジックマウンテン、材質、鉄製出発と同時に座席が傾き、腹ばいの状態で走行する、フライングタイプのコースターである。高さ51.8メートル、最高速度時速99.8キロメートルは、フライングコースターとしては、世界最大。なお、立つという名称は日本語の、竜から来ている。フルスロットル所在、カリフォルニア州。 シックスフラッグスマジックマウンテン、材質、鉄製、オープン、2013年スタート直後に、リニアモーターによって、時速 112.7km まで加速し、高さ 48.8m、直径 38.75m のループを通過する。オープン当初は純粋なループコースターとしては、最高速度とループ直径は、世界一を誇っていた。他には途中で一旦停止し、 後ろへと加速してから前進するポイントや前述のループの上を通過するキャメルバックがある。リドラーズリベンジ所在、カリフォルニア州、シックスフラッグスマジックマウンテン、材質、鉄製バットマンに登場するリドラーをモチーフにしたコースター。巨大なループやひねりが続くコースを走行する世界最大の立ち乗りコースターである。ツイステッドコロッサス所在、カリフォルニア州、 シックスフラッグスマジックマウンテン、材質、ハイブリッド、オープン、2015年もともと存在した、木製コースター、コロッサスをハイブリッド化したもの。名称の通りコース内で2カ所反転する。また、もともと2つのコースが並走していたものを1つにつなげたため、全長が長くなっている。レボリューション所在、カリフォルニア州、シックスフラッグスマジックマウンテン、材質、鉄製。 オープン、1976年世界初の垂直ループコースターで、2006年にリニューアルされ、VR コーグルを着用しながら乗車する、ザニューレボリューションとして、稼働を続けている。マッターホーン・ボブスレイ所在、カリフォルニア州、ディズニーランド、在室、鉄製その名の通りボブスレイのように縦一列に、並んで座り、マッターホルンさんを失踪し、クライマックスは池に着水する。 開業したのは1959年と世界のディズニーパーク最古のローラーコースターであるカリフォルニアスクリーミン所在カリフォルニア州ディズニーカリフォルニアアドベンチャー材質鉄製大型コースター車両にスピーカーが搭載されており音楽や効果音が流れるコースには4秒で時速8 8 5トルに到達するリニア加速や 太陽のシンボルに沿って360度宙返りするループが用意されている。以前は太陽ではなくミッキーマウスの顔のシルエットだった。2018年にミスター・インクレディブルをモチーフとしたインクレディコースターにリニューアルされた。エクセラレーター所在、カリフォルニア州ナッツベリーファーム、材質、鉄製世界初のインタミンアクセラレーターとして登場した。 油圧モーターにより2.3秒で時速 130km オーバーという急加速を生み出し、直後に垂直上昇、垂直落下を行う。その後、8の字に旋回をして走行する。金高商材、ニュージャージー州、シックスフラッグスグレートアドベンチャー、材質、鉄製、オープン、2005年ニュージャージー州の、シックスフラッグスグレートアドベンチャーにあるコースター。 2005年に登場し、高さ139メートル、落差127.4メートル、最高速度時速206キロメートルの3項目のスペックでギネスに認定された。最高速度は世界2位となったが、高さと落差は現在も世界1。最高速度に達するまでの時間は3.5秒である。2014年7月4日にはタワー部分に、 世界最大のフリーホール、ズーマンジャーロ、ドロップ・オブ・ドゥームがオープンした。サイクロン所在、ニューヨーク州、コニー・アイランド、材質、木製、オープン、1927年ローラーコースターの中でも特に古いとされている。インクレディブル・ハルク所在、フロリダ州、アイランズ・オブ・アドベンチャー、材質、鉄製、オープン、1999年5月パーク開園と、 同時にオープンしたハルクをモチーフにした大型コースター。スタートすると暗闇の中をゆっくりと上昇するが、途中から急加速し、外に飛び出すと同時に360度ひねり回転をする。以降は様々なループやひねりのあるコースを走行していく。ドラゴンチャレンジ所在、フロリダ州、アイランズ・オブ・アドベンチャー、材質、鉄製インバーケットコースター。赤いレールの チャイニーズファイアーボールと青いレールのハンガリアンホーンテールの二つのコースがあり、それぞれ異なるループやひねりが用意されている。もともとはデュエリングドラゴンズという名称でパーク開員と同時にオープンした。コース名称もファイアードラゴン、アイスドラゴンだった。2010年6月に新エリア、ウィザーリングワールドオブ、ハリーポッター9のアトラクションとなり、リニューアルされた。 エクスペディションエベレスト所在、フロリダ州、ディズニーアニマルキングダム、材質、鉄製大型コースター。その名の通り世界一高い山であるエベレストをモチーフとしており、至る所に、イエティが登場する。また、途中で後ろ向きに走行するスイッチバックが導入されている。走行費は1億ドルで、ディズニーパークのコースターでは最高額である。ハリウッドリップライドロックイット所在。 フロリダ州、ユニバーサル・スタジオ・フロリダ、材質、鉄製、オープン、2009年座席の耳元に、スピーカーが内蔵されており、乗車中に音楽を聴くことができる。音楽はあらかじめ設定されている曲のうち1曲を選ぶことができる。コースには空を見上げた状態で上昇する垂直、巻き上げや、世界初となるループの頂点で反転し、上下逆さまにならない。 ノンインバーテッドループが設置されている。グラビティマックスの仕組みグラビティマックス所在、台湾、ZH、レータから楽園、オープン、2002年レールが途中で切れており、コースターが乗ると、レールが傾いて垂直になり、下のレールとつながり、落下する。ベコーマ社製、TX プレス所在、韓国、エバーランド、材質、木製、オープン、 2008年56メートルの高さから77度の角度で落下する。当時落下角度は木星としては世界一だった。出資者である韓国の携帯電話のブランド SK テレコムのロゴが使用されているためこのような名称となっている。ビッググリズリーマウンテンラナウェイマインカー所在、香港、香港ディズニーランド、材質、鉄製、オープン。 2012年7月14日、新テーマランド、グリンスリーがルチと同時にオープンした、世界のディズニーパークで最も新しい大型コースター。ビッグサンダーマウンテンと同様に鉱山の中を列車で、失踪するというところは、共通しているが、テーマが、グリンスリーの住みかとなっており、コース内には、スイッチバックや急加速が用意されている。フォーミュラロッサ所在、アラブ首長国連邦、アブナビ、 フェラーリワールド、材質、鉄製、オープン、2010年11月4日スタートから4秒で、最高速度時速 240km に到達し、全長約 2km のコースを走行する。2020年現在、世界最速のコースターである。加速時の風圧や砂ぼこりから目を保護するために、専用ゴーグルの装着が義務付けられている。タワーオブテラー2ツー所在、 オーストラリア、ドリームワールド、材質、鉄製、オープン、1997年世界各国のディズニーパークにある、トワイライトゾーンタワーオブ、テラーや、東京ディズニーシーにある同名のアトラクションとは、無関係。開業当時は、タワーオブテラーという名称で、スーパーマンジエスケープと同様のシステムのコースターである。2010年に加速部分のトンネルの長さを、 タワー直前まで延長するというリニューアルが施され、現在の名称となった。2011年には、スーパーマンと同様、座席が後ろ向きに変更された。なお、タワー部分は高さ120メートルのフリーホール、ジャイアントドロップと共用されている。グリーンランタンコースター所在、オーストラリア、ワーナーブラザーズムービーワールド、材質、鉄製、オープン。 2011年12月23日、DC コミックスのヒーローである、グリーンランタンをモチーフにしている。最大落下角度が122.4度あり、それまで世界一だった高飛車の121度を上回る予定だったが、実際には120.5度だったため更新されなかった。リングレーサー商材、ドイツラインラントプファルツ州、ニュルブルクリンク、材質、鉄製、オープン、 2013年エアーランチにより、スタートから2.5秒で最高速度時速 217km に到達し、世界最速活動ドンパに次ぐ、加速力を持つコースターとして2009年オープン、予定だったが、トラブルが相次ぎオープンまでに4年かかってしまった上、加速力もスタートから2秒で時速 160km と大幅にスペックダウンしてしまった。この節では、 ウィキペディア日本語版にパークコースター単独の記事がある。または出展が明記されている日本国内の著名なローラーコースターについて記述する。全国各地、編集国内に同じ名称で同じレイアウトを持つ機種を述べる。コークスクリューオープン1977年日本初となる360度回転式コースターに連続のひねり回転が特徴。 1977年に、多日遊園に導入されたのを皮切りに、国内各地に設置され、豊島園のものは1993年に車両が変更された。なお、多日遊園のものは閉園後、北海道のルスツリゾートに移設され、現在も稼働している。現在では他に、ヤギ山、ベニーランド、長島スパーランドに設置されている。ウルトラツイスターオープン。 1985年国内のメーカー、東吾が開発したコースター。これまでのコースターと異なり、6人乗りの単車両が両サイドのレールに挟まれた状態で走行する。最初に真上を向いた状態で垂直に巻き上げられた後、頂上で方向転換し85度の角度で落下する。キャメルバックを越え、360度切りもみ回転して停止。その後は、 スイッチバックの要領で、レールが後ろに傾き、後ろ向きでに連続切りもみ回転して、終了となる。後楽園遊園地に初登場し、現在は、長島スパーランド、和柴山、ハイランド、グリーンランドに存在する。ルスツリゾートに存在するもののみレイアウトが異なり、スイッチバックの部分が180度反転した直後に、落下するツイストダイブになっている。そのため、 垂直巻き上げの前に転車台が設置されている。東日本編集ローラーコースター所在、浅草花屋敷オープン1953年日本国内で稼働する最古のローラーコースター。初の国産コースターでもある。ファミリーコースター所在、荒川遊園芋虫型コースター。年齢制限3歳以上、身長制限80センチメートル以上。 全長138メートルを2周する。レイジングスピリッツ所在、東京ディズニーシー遺跡発掘現場をイメージしたコースター。東京ディズニーリゾート内で初めて360度の垂直ループが設置された。サンダードルフィン所在、東京ドームシティアトラクションズの楽はない大型コースター。大観覧車ビッグオーの中心を通過したり、滑らかで滑るような走行が特徴。 高さ80.5メートル、落差66.5メートル、落下角度74度、最高速度時速127キロメートルは都内一のスペック。巻き上げ角度が45度と急であり、速度が速いのも特徴。2010年12月に車両から落下したボルトが弾み下を通りかかった客に当たる事故が発生して、以来運行を休止していたが、2013年8月に、 運行を再開した。川瀬美所在、ハイブリッドレジャーランド東部動物公園、オープン、2008年別名、新格雨水上コースター。走行は非常に滑らかである。コースには大少数多くのキャメルバックを配置しており、強烈な浮遊感が味わえる。キャメルバックには、ストレートのものと、頂上でひねりがつけられたものとがある。会に所在。 ナスハイランドパーク関東唯一のインバーテッドコースター。コース中には様々なループやひねりが用意されている。名称は恐怖を意味するフライトと飛行を意味するフライトから来ている。同機種が現在、ルスツリゾートとグリーンランドにもあり、それぞれ名称が違う。ビッグバーンコースター所在、ナスハイランドパーク高さが40メートルに満たない割に、 ファーストドロップの角度が75度あるのが特徴で、さらに落下する前に助走をつけるため、引きずり込まれるように落下する。高さ、落差、速度は、園内のコースターで最高スペック。また、360度の垂直ループも用意されている。全長は、短いが巻き上げに時間を要するため、乗車時間は3分を超える。メガコースター4次元所在、浜名湖。 アルパル最大傾斜60度のファーストドロップ最高速度時速 82km のブーメランターン体が反した直後に落下するツイストダイブ切りもみ回転のハートラインロールそして最大感と各85度の旋回ダブルスパイラルがある最大加速度 4G 高さ 38m 全長 800m 名前は一般公募で決められた キング・オブ・コースター、藤山所在、富士急ハイランド、オープン、1996年をオープン当時は高さ79メートル、巻き上げ高さ71.5メートル、落差70メートル、最高速度時速130キロメートルの4項目でギーネスにも認定され、話題となった。最高車度65度、全長2045メートル。現在は廃業したオーティーグメーカー。 東合製の最後の大型コースターであり、前述のサーフコースター、バンネットと並べて、東後の傑作と称され、登場から20年近くが経った現在でも大勢のファンが訪れる。大型にもかかわらず、背もたれが低く簡素な装備の車両を取り入れた。A じゃないか所在、富士急ハイランドオープン2006年大型コースター。座席が前後方向に回転する4次元コースターで、 レールのループ2回、レールのひねり5回、座席の回転数7回の総回転数14回で、ギネスに認定。何回乗っても回転する位置や回数は同じである。同じ形式のコースターに、X2 があるが、全体のスペックは A じゃないかの方が上である。前述した海外の2コースターは A じゃないかに、あやかってか、黒の支柱に、赤のレールというカラーリングであるが、2015年。 現在 A じゃないかは、富士山世界遺産登録による景観規制により、黒色のレールになっている。2012年4月に、車両からボルトが落下し、下を歩いていた客に当たり怪我をする事故が発生して、以来運行を休止していたが、同年7月に運行を再開した。世界で最も怖いコースターランキングで2位に選ばれた。高飛車所在、富士急ハイランド、オープン。 2011年7月16日、大型コースター。2秒で最高速度時速 100km に到達する。リニアモーターによる直線加速と巻き上げによる高さ 43m からの落下がある。特に後舎は最大落下角度が121度であり、内側にえぐれるように落下する。落下角度はギネスに認定された。 落下までには垂直に巻き上げられ、頂上に到着すると下を向いた状態で一時停止といった動きをする。この他にも、室内での暗闇走行や7種類のひねり回転が全長1004メートルのコースに用意されている。ドドドンパ所在、富士急ハイランド、日本最速を誇るコースター。2001年にドドンパとして登場。2016年に一時営業を終了し、 翌2017年にリニューアル。加速に圧縮空気を用いるエアーランチを使っており、空気圧で一気に加速するのが特徴。そのため、スタートからわずか1.56秒で最高速度時速 180km に達する。また、世界最大級の直径 39.7m の垂直ループがある。エアロご所在、ヤギヤマベニーランド吊り下げ式のコースター。 日本で最も遅いコースター。サーフコースターリバイア山商材、横浜、八景島シーパラダイスコースの一部が海上に突出している点と、3カ所の水平ループが特徴。日常的にやや強い風が吹き、滑走時に海に突入するような感覚がある。日没後はコースの周囲が暗闇となり、別の恐怖感が出る。2014年3月15日に新車用。 ブレードの導入、水中や光、音の演出を加えて今の名前でリニューアルオープンされた。バンデット所在、読売ランド、オープン、1988年オープン当時は世界最高速度を記録し、現在も高低差で日本国内2位を誇る。バンデットとは山賊を意味し、うっそうとした山林を走り抜ける。これまでに期間限定イベントとして、 コースを後ろ向きの車両で走行する逆走バンデット、夏季限定で乗車中に水のかかるスプラッシュバンデット、コース中に火柱の上がる装置を設置したファイアーバンデット、夜間営業時に LED を取り付けた車両が光りながら走行するスターライトバンデットなどが行われている。ループコースターももが所在、読売ランド、オープン、1979年に本の 垂直ループコースター。1982年には、スタンディング車両を後付けすることで、世界初のスタンディングコースターとなった。このため、基本的に着席車両と立席車両を同じコース上で交互に運転する。2002年に、レールの塗装が変更され、名称も変更された。2007年の風神雷神2の事故の影響を受け、 スタンディングについては一旦休止したものの、その後運行を再開した。西日本、編集スチールドラゴン2000所在、長島スパーランド世界最大級のコースター。開業当時、高さ、落差、全長、最高速度の4項目で、ギネス認定。現在は全長の未世界一であるが、巻き上げ式コースターとしてはいずれも、世界一である。事故で負傷者を出したため、 2003年8月から営業を休止していた。試運転を重ね、2006年9月3日より運転再開。高さ97メートル、最大落差93.5メートル、最高車度68度、全長2479メートル、最高速度時速153キロメートル。2013年に車両をリニューアル。足が床につかないむき出しの開放感ある座席になり、 スリルが倍増した。フライングコースターアクロバット所在、長島スパーランドオープン、2015年7月その名の通り座席が、うつ伏せの状態で走行する。コースには、プレッツェル状のループや3回の切りもみ回転、水面ギリギリを通過と同時に噴水が上がる演出が用意されている。大型のフライングコースターでは、日本初登場である。ハイブリッドコースター白芸所在。 長島スパーランドオープン2019年3月28日木製コースターホワイトサイクロンをリニューアルし木と鋼鉄を組み合わせた国内初のハイブリッドコースター鋼鉄を使ったコーススクリューや車両が真横に傾く90度バンクがあるのが特徴である最高点55メートル最高速度時速107キロメートル最大傾斜角80度 全長1530メートル。シャトルループ所在、長島スパーランド、オープン、1980年スタートと同時に加速し、前向き、後ろ向きで上昇、落下、ループする往復式のコースター。加速装置にフライホイールを使用。1979年に横浜ドリームランドに初、登場し、ループコースターが初めて国内に導入された年と、同時期に導入された。 翌年に豊島園、小山遊園地、長島スパーランドに導入されたが、閉園や老朽化により撤去され、現在は、長島スパーランドにのみ存在している。現在普及している、直線加速方式のコースターの先駆けとも言える。ピレネー所在、パルケースパーニャインバーテッドコースター。開業当時は吊り下げ型コースターとして、世界最長、最速、最高度を誇った。 現在でも日本国内の同系コースターでは、スペックは、日本一。ピレネーとは、スペインとフランスの国境に位置するピレネー山脈のこと。ディアブロ、所在、姫路セントラルパーク日本で最初に導入された、インバーテッドコースター。スパイラルやツイストが多く用意されているのが特徴。ディアブロとはスペイン語で悪魔のこと。ザ・フライング・ダイナソー所在、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、オープン。 2016年3月18日、大型コースター。座席がうつ伏せの状態で走行するフライングコースターとして、全長124メートル、最大落差37.8メートルは世界最大。ハリウッドドリーム・ザ・ライド所在、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン日本発かつアジア発となる B&M 社によるメガコースター。キャメルバックでは無重力に近い感覚を味わえる。 乗車中に聴く音楽を選曲するシステムを世界初で搭載している。また、車両に350個の LED を搭載しており、夜は流れ星のように光る。2013年には後ろ向きに走行する車両、バックドロップが登場した。ジェットコースター所在、三崎公園1957年の同園、開園以来走り続け、西日本では最古であり。 日本全国でも浅草花屋敷に次いで2番目に古いコースター。車両は前頭部が SL を模している。バックナンジャー所在、わしは山ハイランド世界初のループ付け逆走コースターで、後ろ向きのまま進むジェットコースターである。バックナンジャーの由来は岡山弁から。2001年には2人の乗客が1050回。 時間にして35時間30分もの間、ジェットコースターに乗り続け、ギーネスに認定された。ちなみに、バックナンジャーと同じコースを立席で走行する、スタンディングコースターもある。天の川コースター、ミルキーウェイ所在、グリーンランドズワリノリの、オリヒメとタチノリの、ヒコ星の二つの車両が並走する。当初は、風神雷神という名称だったが、エキスポランドにあった、兄弟機、 風神雷神2での事故の影響を受け、解体検査、点検の後、解消の上運転再開。恐竜コースター、ガオ所在、グリーンランド九州最長のコースター。コースの長さと速度の関係で、乗車時間は4分を超える。2008年3月、車両、コースの双方に監視大幅にリニューアルされた。ジュピター所在、城島高原パーク日本で最初に導入された。 木星コースター。全長も木星コースターの中ではかなり長い型であり、キャメルバックが連続するコースターは全国有数である。サイクロン所在、豊島園、丸太を片切った車両がアップダウンを繰り返し、終盤には暗闇のトンネル内を走行する。登場は1965年と古く、当時は東洋最大のコースターとキャッチコピーが付けられていた。座席が 起毛素材でできているのも特徴。1970年代には、富士テレビ系列局で放送されていた、スタードッキリ報告で乗車しながらのインタビューの場でも、使われたことがある。2020年8月31日、豊島園閉園に伴い営業終了。ニウェイジェットコースター所在、後楽園遊園地内、コースターランド前向きの車両と後ろ向きの車両が2両ずつ、連結しており、 コースターランド内を走行する。巻き上げは最初と中盤の2回。1955年に登場。ジェットコースターという名前が初めて使われた。1993年に前向きと後ろ向きが連結された車両にリニューアルされた。リニアゲール所在、東京ドーム式アトラクションズ内パラシュートランドオープン。1998年世界初の吊り下がり、式リニアコースター。 前向きと後ろ向きで垂直上昇、落下を繰り返す。パラシュートランドリニューアルのため2010年10月末に営業を終了した。スピニングコースター前姫所在、東京ドームシティアトラクションズ内、タワーランドマッドマウスタイプのコースター。日本で初めて、前後、背中合わせに座る座席を取り入れた。走行中に座席が横に360度、回転するのが特徴。 2011年1月30日に死亡事故が発生し、運行を中止した。東京ドーム式アトラクションズの営業停止中に撤去された。早草所在、東京サマーランド国内で数少ないサスペンデッドコースター。カーブを走行する際に車両が大きく振られるのが特徴だった。ホワイトキャニオン所在、読売ランド国内で3代目、東日本発の木星コースター。 最大の特徴は、世界最大級の横 G で、カーブ時に 1.5G の重力がかかる。最初の下り坂では左にひねりながら落下する。木組みの中を走行する部分が多いことも特徴。2013年1月14日に営業を終了した。ツイストコースターロビン所在、読売ランド、オープン、2014年3月19日落下角度93度の、 ファーストドロップや360度スパイラル、反転して落下するツイストダイブのほか、日本発となる外側に傾いてターンする逆カントカーブが用意されていた。ちなみにロビンとは、コマドりのことである。オープン当日、巻き上げ部分で逆走して、後ろに停止していた車両に衝突する事故が発生し、運休。ファーストドロップの角度を緩めるなど一部。 コースレイアウトを変更し再開検討していたが、運行再開することなく2016年1月に解体された。マウントロッキーコースター所在、東武動物公園池の上を走行するコースター。外観は木製コースターのように見えるが実際スチール製。2003年営業終了。跡地には2008年にカワセミがオープン。水上木製コースターレジーナ所在。 東武動物公園2000から2019年世界初の水上木製コースター。軌道全長は1334メートル。レジーナとはイタリア語で女王を意味する。4番目の落下で写真撮影があった。期間限定で夜間暗闇の中を走行する暗黒レジーナというイベントが行われていた。ガンビット所在小田急五天場ファミリーランドインバーテッドコースター。 姫路セントラルパークのディアブロと同様のレイアウトだが左右対称になっていた。断崖所在、小田急古典場ファミリーランド名前の通り園内の断崖絶壁に面した宙返りコースター。座り乗りと立ち乗りがあった。ジャイアントコースター所在、富士急ハイランド開業当時はコース全長が世界一でギネスに認定された。富士山と差し替えで営業終了。 ワールドぶっちぎりコースタードドンパ所在富士急ハイランドオープン2001年日本最速を誇るコースター。加速に圧縮空気を用いるエアーランチを使っており、空気圧で一気に加速するのが特徴。そのため、スタートからわずか1.8秒で最高速度時速 172km に達する。また、日本国内初の高さ 52m の垂直タワーがあった。 最高速度は2001年当時ギネスに認定。最高速度こそ抜かれたものの、エアーランチの加速力も世界一であった。2016年10月2日をもってリニューアルのため営業終了。コースレイアウトの変更を行い2017年7月にドドドンパとして再オープンした。フライングコースターバードメイン所在、富士急ハイランド国内初となる。 うつ伏せの状態で走行するコースター。二人乗りで全長480メートルと小さく、建設費も藤山の5分の1だった。2001年5月にブレーキゾーン急停車による事故を起こし運休。ライドを座るタイプに変更し、ふわふわお空の大冒険として営業を再開。富士急ハイランドで事故が原因により営業終了になった唯一のコースター。 ムーンサルトスクランブル商材、富士急ハイランド往復式のループコースター。プレッツェルノットと呼ばれる他に類を見ないエレメントを持ち、世界最大の 6.5G という強烈な G を誇った。あまりに過激なため、年齢制限は、同園で一番厳しい50歳未満だった。2000年にドドンパ建設のため撤去。ホワイトサイクロン所在、長島スパーランド、オープン。 1994年3月全長、高度が世界最大規模の木製コースター。高さ45メートル、最高車度50度、全長1715メートル、最高速度時速102キロメートル。2018年1月限りで、リニューアルのため営業終了。2019年3月に、ハイブリッドコースター白芸としてリニューアルした。ブラックアウト所在。 鈴鹿サーキットインバーテッドコースター。2007年9月に利用者が骨折する事故が発生し、運行を休止した。2008年1月に撤去。マットコブラ所在、鈴鹿サーキット国内初の加速装置にリニアモーターを採用したコースター。リニア加速の後は複雑に絡み合ったコースを走行する。2003年9月に営業終了した後、 大連の遊園施設に売却され、クレイジーコブラとして稼働している。デルピス・ザ・コースター所在、フェスティバルゲートとシビルに組み込まれて設計され、突如として、市街地が見えたり、ビル内に突入したりする感覚は独特のもの。屋内型コースターとしては最速だったが、エキスポランドの事故を受けて、運転を終了した。オロチ所在、エキスポランド、 日本国内最長クラスのインバーテッドコースター。同園閉鎖に伴い営業終了。2009年8月に撤去。ダイダラザウルス所在、エキスポランド、大阪万国博覧会が開催された1970年に登場し、コースが5つ用意されていた。1999年までに2つのコースが残されていたが、2000年に万博開催30周年を記念し、 二つのコースを結合した。その結果全長は2342メートルに及び、スチールドラゴンにつく長さとなったが、全長の割にスピードはあまり出ず、乗車時間は7分にも及び、日本国内はもとより世界でも最長だった。2008年5月12日から撤去を開始。現在は撤去が完了している。風神雷神通所在、エキスポランドスタンディングコースター。 2007年5月5日に死傷事故が発生し、運行中止。2008年3月19日より撤去開始。撤去完了後、同園は2009年2月に閉鎖した。ミュンヘンアウトバーン所在、神戸ポートピアランドレールのない国内唯一のボブスル、ガタコースター。登場当時は話題を呼んだ。コースの見た目は、ウォータースライダーに似ており、視界を遮るため景色はあまり見えない。 アスカ所在、ならドリームランド木製コースター。日本国内の木製コースターで唯一、米国の専門誌によるローラーコースターランキング木製部門で上位常連となるほど非常に高い評価を得た施設であり、同公園は海外でも知られていた。同園閉鎖に伴い運転を終了した。タイタンマックス所在、スペースワールド大型コースター。1994年に、 急性ライナータイタンの名称で登場し、藤山が登場するまで、日本国内最高高度、最速を誇った。2007年に、タイタン V にリニューアルされ、走行中に隠された3つのキーワードを探し当てる、という宝探しの要素が加わった。2007年12月31日に発生した事故のため、長期運休。2010年5月1日に運行を再開された。 車両リニューアルのため2015年1月23日をもって一時的に運休。2015年3月20日にタイタンマックスとしてリニューアルオープン。車両が大幅に変更され、周りを囲う壁がなく開放感がある。また、各車両の前列の座席は足がつきにくく恐怖感がある。また、座席にはスピーカーが搭載され、 あらかじめ設定された5曲のうち1曲を選んで乗車中に聴くことができる。なお、曲は乗車中に変更可能。ちなみに、名称のマックスとは音楽を聴きながら空中を駆け抜ける最高のコースターという意味が込められている。動員閉鎖に伴い運転終了。ビーナス GP 所在、スペースワールドスペースシャトル、ディスカバリー号がシンボルのコースター。 1996年にスパイラル彗星、ビーナスの名称で登場。コースターの神様と言われたアントン・シュワルツコフによる設計。巨大な垂直ループをはじめ、様々なカーブが続く。2007年にリニューアルされ、出発前にスタッフが掛け声をかけるようになり、登場者の掛け声の大きさによってタイムが変化するという演出が加わった。動員閉鎖に伴い運転終了。 ザターン所在、スペースワールド、オープン、2006年4月全世界で8期目、日本初の油圧モーターを用いた直線加速式コースター。スタート後、約2.5秒で、約時速 130km まで加速し、高さ約 65m のタワーを89度の角度でひねられながら上昇、下降する。動員閉鎖に伴い運転終了。 ローラーコースターで事故が発生し安全管理が社会問題となることがある。ローラーコースターを製造したことのある著名な会社を記す。ローラーコースターは後方の座席が怖い車両が急降下を始める際、前方の車両が先に下り始めると後方の車両はそれに引っ張られるように加速しながら下る。その際に 0G やマイナス G が発生するため乗客は 強烈に引き込まれたり、上方向に飛び出されるような感覚となるので、一般的に後方の座席の方が怖いとされる。なお、車両の連結が長ければ長いほど、怖さも増す。スリルを求めるマニアの間では、後方の座席を好む人が多い。ローラーコースターは、季節や気温によって速度が変わるローラーコースターの、車輪には、グリスと呼ばれる、潤滑剤が塗られている。冬場など、 気温の低い時はグリスが硬くなり、それが車輪の抵抗となるために遅くなる。逆に夏場など気温の高い時はグリスが柔らかくなり、冬場に比べて速度は増す。また、同じ季節でも朝夕に比べて最高気温に達する正午過ぎの方が速度が増す傾向にある。このため、富士急ハイランドの富士山では冬季には専用車輪を履かせ、 プラットフォームにあるヒーターで温めるという対策をとっている。ローラーコースターのループや旋回は直径が小さいほど怖い。同じ速度でループを通過した場合、直径が小さいほど減速せずに回転して強い G が発生するためスリルは高くなる。水平旋回の場合も直径が小さいほど減速せず G も強くなる傾向にある。ありがとうございます。